こんにちは、えー、今めちゃめちゃ落ち込んでるんですけど、えー、何があったかというとですね2年前ぐらいに福丸が妊娠中の時に子宮頸がんの検査をしたんですよ私なんか妊娠の検査でなんか一括でみんなでやなんか全員がやるやつなんだけどでそれをやったらなんか軽度異形成っていうなんか段階の細胞が見つかって。 んだけどこう細かくチェックするには膣の中にコルポスコピーとかいう,なんかこう細かく見れる顕微鏡みたいなのを入れてでその上でちょっと怪しいなっていう部分をこうハサミでプチってやってそれ切って取んなきゃいけないんだってそれが妊娠中にやるの絶対嫌だなって私も思ってたしでその時の担当の先生もあの産み終わってからでもいいと思いますよみたいな感じで言ってたからあなんか引っかかったわー っていう悲しみがありながらも詳しく見る検査は産み終わってからでいいやと思って で、産んでから2年が経っても、まだ私はその検査をやっていなかったんですよ。っていうのも、その検査が、なんかこう、プチって取んなきゃいけないみたいなやつだから、痛そうじゃんなんかもう絶対嫌で、あーもう嫌だーと思ってたんだけど、いやでもそういえばずーっと子宮経癌の検査、先延ばしにしてたわーっていうのも思い出して、もう一回その検査をしてみたんですよ。そしたら、福丸妊娠中の時に検査をして、 レベルよりもちょっと高くなってたのその結果がやっぱ進んでて少し子宮頸がんってなんか5年とか10年とかかけてなんかゆっくりなんか病変するらしいんだけど妊娠中は結構進行が早いらしくて、ね、私はなんかそれをほっといちゃってたからなんか若干レベルが上がっててマジ今本当にめっちゃもう本当になんかもう谷の底みたいな気持ちなんだよねああもうや <laughs> 家帰ってきてさ YouTube を不意に開いたらさちょっと他の人の名前出すのもあれだけど、まあ、YouTube に載ってたからいいかなと思うんだけどきり丸ちゃんがさ子宮頸がんの手術をしたあとの動画を上げててマジと思って私もこれかもしれないと思って今もう不安であってなってるんだけどもうちょっと詳しく検査をする日程がなんかまだまだ先なの。 予約が取れないとか言って、早くしろよって感じなんだけどさ、こっちはこんな焦らされてさ、ちょっと大変かもしれないですとか言ってビビらされてさ、で、じゃあ1ヶ月後にいいみたいな。いや、1ヶ月さ、どういう気持ちで生活したらいいのと思うよね。もうなんか楽しくなくなっちゃうんだけど、もうやだー私がもらった結果の、なんかレベルは、あスクはい。 っていうらしいんだけど、私はね、高校生の時に、子宮頸がんの予防接種を受けてるんですよ。これは、うちの母親に聞いたんですけど、まだ、もし今、これを見てる人で学生の、ね、子がいたら、あの、予防接種は私は受けた方がいいのではないかな、というふうに思います。自分の娘には受けさせる気がする。性行為を、する前の段階で、その予防接種をすることが大切らしくて、まあ、もしそれをやってない人とか、これからやる、 親御さんの人もいると思うんだけど、これはマジでやった方がいいなと思う。私は受けてるんだけどね。受けててもこれ出てるから、意味わかんないんだけど、まあ私は4年放置してて、多分次の段階に進んでるから、まあさ、さすがにやった方がいいよっていう感じなんだよね。で、もし引っかかっちゃった場合は、何を気をつけた方がいいのかっていうと、 あサプリを飲むということと、成功しない。栄養剤を飲む。週3日以上運動。そういう感じなんだって。まあ、健康に気をつけてれば、まあ、治るパターンも多くありますよっていう感じなんだよね。えぇ、ー、もうやだ。こういうのさ、受けてる人どんぐらいいるみんな受けてますなんかこういうのが1個あるだけでさ、もう人生さ、どん底みたいな気持ちになんない まあ、心配しても仕方ないんだよね、多分。取ってみないと分かんないみたいな感じなんだと思うんだけど。考えすぎも、まあ良くないっちゃ良くないんだけど、さすがにさっき言われたから、え、死ぬのかなみたいな風に思っちゃう。膣乳酸菌みたいなのを取るとかもいいんだね。ね 無理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 。やだやだやだ。よくみんなそんなさ、平然といられるよね。こういうの、検査終わった後。 2年前は私も思ってたけど、それでも凹むんだよね。で、それでさ、その時もさ、福丸の妊娠中にインスタグラムで引っかかったんだけど、マジさん役みたいな感じでインスタグラム書いた時に、みんなもちゃんと受けた方がいいよって私言ってたの。私が受けてないっていうね。私もね、子供2人産んでもう29歳だからね、なんか1個病気やってもおかしくないなぁとは思うよね。今まで超元気満々できてるからさ、半分が癌で、半分が癌じゃないらしい。50%程度に癌が,が検出されるらしい。 あーやだもうやだもうやだもう死ぬなんか動画回してるからギリ喋れるけど動画切ったら何もできないもん元気ないあーちょっとうーくんに連絡しよう一回切りまーすバイバーイなんか悲しくなって泣けてきましたもうやです もう、やだ、もう悲しい。怖いっていうかなんか、この2週間とかさ、もうずっとそんなこと考えないといけないんでしょもう。 いやみんなさ、検査したことある人さ、なんかどういう感じかとかさ、なんかコメント欄に書いてほしい、もう。そういうの見て安心したい。安心できないかもしんないけど、もしかしたら、大げさかもしれないから、わかんないから、なんか情報をください、もう。ふ <laughs> ーん、<laughs> もうやだ。ふーん、もやだ。ふふーん。 もう痛いのとかもやだしさもう病院もやだしもうやだ何にもしたくない <laughs> <laughs> あーもうやだもう 食べない妹、米と妹米も食べない。野菜食べる。今私はもう心配すぎて、もういろんな調べて調べてるけど、でもし 私のこと知らない人がさ、ネット書いててもさ、信用できないでしょだから、みんなはさ、私のこと知ってるし、私はみんなのことを知ってるから、みんながコメントしてくれた方が私は安心すんの。もうなんか病院とかよりもみんなのことを信用してるから、みんなの経験を書いてほしいの。だからさ、この検査受けたことある人さ、なんかどういう感じとかさ、教えてほしいし、 アスクハイっていう診断を受けた人ももしいたら教えてほしいしなんかどういうふうになってったかとかもこのコメント欄に書いてくれたら、まあ、誰かの役にも立つとも思うのでよろしくお願いしますあーもしもしああもしもしもうあーちゃんはうん癌かもしれないいやでもそれなんかだいぶ前からあったよねその話そうで今 今になって検査の結果が来たん,だんねうね、ん、違うまたもう一回やったのすごいなんか変わるから前の検査は,ってって検査は今日出た結果の1個下の段階だったのね今日の結果は中から高度の異形成病変の疑いがあるみたいなもうあーちゃんでもその結果が出てるからもうなんか食欲がうせてう喉が渇いて口が渇くもう緊張しすぎて だからあちゃん今口臭いんもうあーちゃんなんて口臭のがんいやもうそれ不安なだけあれやん次「い」「臭い」「臭い」ねえ「ねぇうーくんがさ人をちぎられるような思いをするってことだよその精密検査は嫌すぎるもう本当にかわいそう。 膣の中をちぎるんだって、三、うん、箇所ぐらい。うん、そんな検査したくないあーちゃん、やだ。ああそう。もうやだ。俺がちぎる。俺がうっとちぎる、うん。爪切りでをちょっとだけ取るみたいな。やめやめやめ。うん <laughs>。ゾワっとたマジで。本 <laughs> 当そういう感じで、もうなんか多分。 女の人が想像して、その痛みを想像すると思う。ああ、なんかその、似た、痛みを感じるにはどうしたらいいかって言ったらそれだと思う。あ、マスダから電話だ。マスダの電話なんかより、あーちゃんの電話が大事に決まってんじゃん。そうだわ。もうとにかくでも、あーちゃん今、もう本当にビビり散らかしてて、動画の最後がもう泣いててやばいから、うーくん最後明るく終わらして、これ。じゃあ明日帰るから、普通にその時撮ろうよ。今日出したいの、もう今日情報が欲しいの、あーちゃんはもう今欲しいの。 そういううことそうもう心配で口がずっと乾いて死んじゃうからこのままだとこのままだとずっとあーチの口が臭くなっちゃうってことそうそれは大変すぎ口臭のななかままで寝ることになる <laughs> <laughs> ありがとうあおいでくれて強いなでも,でも大丈夫あーちゃんがちぎるなら俺もちぎるからこれ何言ってたのいい 明日の、でも何も吐きない。見せて。見せて, <laughs> 見せてよ。ああ、もう、うーくん、やだよ。あーちゃんも。あーちゃーん。うーくんにラインしてね、あーちゃんもね、涙が出た。え、あーちゃんはもう死ぬって言って送った時。<laughs> <laughs> その瞬間、あーちゃん、いつも大げさなんだから。<laughs> でも、今回はちょっとわかんないな。 うん今回はなんか大丈夫だよとは、あんま言えない。俺、俺からは。うん。だからコメントで、私もなったことあるよとか、それを、例えばじゃあ、それ経過観察でも治るよとか、もしさ、そういうのがあったら、あーちゃんもう経過観察にしたいのよ。もうこの気持ちを理解して、優しく、ちぎってくれる先生なんていないじゃん。そう、だからうーくんが婦人科の先生になって、あーちゃんの膣の中を採取してくれるんだったら、ま、まだいい。 <laughs> 何年かかりますかだってあーちゃんが他の人にさ地図ちぎられるのじゃあ見てられるなんで見てんだよ俺は <laughs> 見に来てよだったら見に来て一人で行けないから絶対ちぎるほどちぎるのホンに血が出るんだってめっちゃ肉片を取るの米粒半分ぐらいの内,内部を4か所3か所ぐらいちぎるんだって ゼルダの伝説やってる？ううくん。ね。うん？ああちゃんがこんなにさ、かわいそうなのにさ、ゼルダの伝説やってない？ダメ。ほら、<だ>トゥル,<ん>ルトゥルトゥンって言ったよね今。い,いや、あんまり脳みそ使わずにやってる。うん。ああ、喧嘩しない喧嘩しない。ああ、コラ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 叩かないよ。とにかくまあこれを見た人はもう自分また、うん。まあ検査を。 定期的にしようねっていうこととなんかもしああああ細胞診とか手術の経験がある人がいたらちょっとどういう感じだったのかっていうのを本当知りたいから、ね、教えてほしいお願いしますじゃあ動画1回これで出しますありがとうございましたさようならそれだ